点もありませんでしたし、納得のいく試合だったんじゃないですかね。はい、ありがとうございます。さあ、放送時間もなくなってまいりました。今日の解説は北澤豪さんでした。本日はありがとうございました。ありがとうございました。ガンバ大阪2対0、見事無失点に抑えて勝利しています。